幸せだし。確かにね、それでさ料理してくれる人がいて、そう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 、お昼ご飯を自分で取ったものでいただけて、やばい、やばいよね、本当に極みだね。そうそうそう、なんかもう超自然、人間本来の人間的な暮らしっていう、マジでそうだね、超自然的な暮らしで最高、ね、素晴らしいよ、素晴らしいよね。なんかさ、地球に対してあんまり罪悪感がない、生まれてこないじゃん、この生活って。確かに、それってめっちゃさ、当たり前じゃないっていうか、って感じる。いいよ、確かに無駄がないよ、無駄がない、生きるっていうことに対してシンプルだよ、うん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 、でも確かに地球に対して罪悪感がないってめっちゃいい言葉っていうか、ね、うんうん、感じるのはマジで野菜たち超個性やばい、うんうんうん、なんか特にあのかぼちゃとか見ると分かりやすいけどさ、こいつめっちゃ長くなってんな長くなってるやついるよね、いるなんか色とかもどうやって決まってんだろうみたいな。だってさ、この間見つけたら半分緑で半分赤みたいなかぼちゃあって、やばーって思って。確かに、なんかそれもでも野菜たちもそうなりたくてなってるっていうかさ、可愛いと思って。確かにね。最近はそうやって思って収穫できてるから、そう思って収穫できてる自分も嬉しい。畑ってか野菜がアートだよね。アートだね。本当にアート。宇宙だよね。なんかもうそうなったら木一本一本がアートだよね。絶対同じものないしさ。そうだよね、うん、そうだねって感じると思うの。やばいよね、やばいね、自然はやばいね、やばい、いやー面白いな。なんかこの暮らしの楽しさとかさ、うん、面白さとかさあるよね。ある、ありすぎる、うん、たくさんあるね、うん、いや本当に結構いろいろあるな。なんか私さ、この、うん、クワの実とかさ、うん、そういうのは都会で知ってたけど、うん、なんかあの川になってたさ、ベリー、うん、ベリーの時期とか、 あれもなんか知らなかったし、やっぱなんか食べれるものがそこら中にあるっていうのがすごいよね。うんうんうん、ミョウガとかさ、ミョウガだけど、それもしかり、うんうんうん、まあシソじゃない、シソとかもそうだし、バジルとかもさ、まあ自分たちで植えたのもあるけど、うん、やっぱすごいよね。すごい、すごいよね、地球すごいよね地球やべえ、やばいよね地球やべえ。いやでも確かにな、それをさ、うん、このフィールドでさやらせてもらってるっていうことがすごいありがたい。そうだね、本当にそうだね、改めて、うん、自分も辞書に
ゃんってこれをずっとやってるんだって思って、うん、やばーって思った。嘘、嬉しい、うん、まあ、まだまだやっぱでも最近はまた自分の学びにもうちょっと集中しようと思って、うんうんうん、いろいろ見るのをやめた。あー、なるほどね、うん、学びの期間。いや、ずっと学びだね。でも、うん、そうだよね、うん、確かに。でもこのレベルかってっていうか、まあちょっと自分のあれだけど、うん、なんかこの宇宙とか、うん、この地球を、うん、こういう視座で楽しんでたりとか、うん、このボディとマインドのつながりとか、うん、そのスピリットの話とかも、うん、なかなかさ、それをシェアしたりさ、うん、できる人がいないっていうか、うんうんうん、ね、そのレベルで、まあ、だって最近はこうやって出会ってるから、うん、でもそのセンサーすごいよね。なんかそのセンサー反応してるじゃん、姉ちゃんが。え、してるよ、してる。え、それがすごい嬉しいよね。 ありがたい。いや、だってリアも知りたいもん、その本質っていうか、あ、本質を知りたいはあるよね。なんか宇宙の仕組みとか、そういうスピリットとか、そういうのマジでそう生きたい。あ、だからそう生きてる人に学びたい。あ、何のさ、うん、あれでしょ、ジャッジがない。そうジャッジがないってマジでやばい。本当はジャッジないんだけど、あ、でもまあ面白いね、こう理性との感性の感覚とさ、直感はなんで大事かっていう話でもさっき間違いないって言ったけど、直感はなんで大事かは、うん、ピュアだからかもね。それかも。そっちの方がしっくりくるわ。確かに。さっきのやつよりもこっちの方がしっくりくる。なんで直感になったんだっけ？そもそも。
観的な、あ、大切にしてること知りたいみたいな。そうだ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 、すごい。ちょっと飛んでるかい。確かにね、大切にしてることね。じゃあ何なの改めて。愛かな。愛って言いたいよね。愛です。確かに。自分の働きがあるからさ、うん、なんか
役割以上のことをしないみたいな、自分のちゃんと役目で全うして生きるというか、っていうのも支援は教科書かな。やば、教科書すぎる。え、それ作ってほしい、自然の教科書。自然の教科書、自然の教科書、あ、それについて語ろうかな。あ、お願いします。教科書だよね、マジで。いろいろあるよ。さっきのやばかった、なんだっけ、やばかったのに忘れちゃった。マジでさ、いや、その時やばって思ってさ、忘れちゃうんだよ。忘却力高すぎ。でも忘却力高いのは幸せに生きることだと思う。え、そうなの。だって嫌なこともさ、嬉しいこともさ、その時その時を生きてるってわけじゃん。まあ、つまりはちょっとアホなのかなって思ってます。あるけど、心配になっちゃうけど、まあまあまあいいと思う。何でも忘れられるのは、はい、ありがとう。そうやっていい方に変えてくれる。いいっしょ。いいよ、感情の消化とかもさ、なんか忘れちゃったみたいな。
変わり目らしい。そうなんだ。そう、やば、ちゃんと変わってんのもやばいね。やば、やばいな。ウケる、ウケるね。そう、今まではさ、うん、そのだからなんでそうやってお役目通りに生きる人が増えてきてるかっていうと、うんうんうん、だから今までは男性性の社会で、うん、お金とか物とか分かりやすい目に見えるものが豊かなさを表す時代で、でそれがヒエラルキーで競争社会で、それを求めることが幸せだと思って過ごしてた時代があったじゃん。あったあった。けどそれで本当に幸せを感じてたかで言うと、お金持ちもお金持ちになったから幸せかで言うと、そうじゃなかったっていう気づきが続き始めるわけですよね。で、体も健康であれば長生きしたいかでいうと、別にそうでもないと、うん、なんか孤独だったりとか、うん、周りに人とのつながりがなかったりしたら、別にもう生きたいみたいな活力が出てこないみたいな、だ、うん、からやっぱつながり合いとか人と人とって、うん、いうことも見えてきたわけですよ、この時代は。だから本当に人間としてね、何をやっぱり豊かに生きたいとかさ、うん、この命の喜びを祝福したいとかさ、祝福されたいっていうのはもう理由もなく、うん、多分魂的に命が求めてることみたいな、うんうん、本能、そう本能、うん、だからなんかそこに立ち返ってきたんだろうなって思って、本当の豊かさとかをやっぱ知りたいって思ったら、それってなんか自分のためだけにお金を稼ぐことじゃないし、何か豊かなものを得るとか大きな家を建てるとかそういうことじゃないし、精神的な本当の豊かさって、まあ、自分が誰かの笑顔をさ作り出した時というかさ、ありがとうって言われた時とかさ、でそんな、なんかこうお金じゃないじゃんそれ、うん、マジでお金じゃない、出してさ、ありがとうって言われても嬉しくないもん。だよね、うん、それすごいあるよね、やっぱある。やばい、お金やばいね、なんか支配してるっていうか、まあでもそれがあるから、それその時代があったからって、その、いや、そう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 、うん、なんか別に今までの時代が悪かったわけでもないし、うんうんうん、お金が悪いわけじゃない。そうだ、ね、お金は便利、うんうん、お金は便利、うんうん、そうだね。ツールツール、うんうんうん、それが目的じゃない感じ、うん、
うだね、それはそうだ、間違いない。思った時に